はい、皆さん、こんにちは。インクス代表の各匠です、えー。今日はですね、えー、この2024年5月に発売予定の皆さんお待ちかねの IRCT SVTW P スペシャルの、えー、細かいところのね、えー、もう少し具体的なご紹介をね、していこうと思います。えー、この IRCT 従来機と、今までの、ね、従来機と何が一番大きく違うのかということを、ね、説明していきたいと思うんですが、まずはスプールですね。はい、このスプールが、まずは P 専用。で、さらにはですね、このスプールの幅。うん、これが、なろうでもなく、ワイドでもない、ちょうど中間ぐらいの大きさになっていますで。これはなぜかというと、細い P を使ってここへ巻く場合に、 えー、このエッジですね、スプールエッジの両肩が盛り上がったり、端っこがこう盛り上がったりね、うん、逆で今度端っこが落ち込んでしまったり、そこに糸が食い込んだりします。で、そういったことがないように、P 専用に設計してあります。えー、例えばですね、こちらが、ここの面を見てください。ちょっと角度がついてます。で、糸を巻く幅が非常に広いですね。ギリギリまで。 でこれはモノフィラメント、ナイロン、フロロ、ポリエステルなどを巻いた場合に、糸の特性に合わせて、真ん中がちょっと細くなって、両側、角度がつけてあるのは、巻いた時に平らになるように調整してあるんです。はい、では IR、IRCT のスプール、どうなってるかですね。ちょっと見てみましょう。はい、IRCT の方は、専用に設計されたスプールとなります。P 専用。ですから、まず、平らです。 それからこの糸を巻くスペース。例えば、月下美人のスプールはナロースプールです。糸を巻く幅がこれくらい違います。PE 専用、かつナロースプールになってるんですね。では IRTC はどうだというと、月下美人と比べても中間ですね。ナローでもないです。ミディアム。 はい。この辺も専用設計になってます。もう一度、フィネス機ではないスティーズ CT のスプール見ていただきます。こういう穴が開いてないですよね。フィネス機っていうのは穴だらけなんです。で、ノーマルは穴開いてないんです。これは何かしたら、重量を軽くつくんです。スプールが重ければ重いほど、ビヨンと回ったスプールが感性が強く働いて止まりにくい。止まりにくいから、 糸だけがブワーッと出てくるんですね。ルアーは飛んでいないのにスプーンがいつまでも回るので、ここは糸が膨らんで、バックラッシュっていうのが起きるわけなんですけど、フィネススプールっていうのはそれが起きにくいようにね、非常に軽く作ったんですね。はい。ですので、フィネス機である月下美人のノーマルスプールでも、これだけ肉抜きがしてあります。この中も。 こっちサイドも肉抜きがしてあるんですね。はい、では IRCT はどうかっつったら、ゼロではない、ゼロではないけど、あまり大きく肉抜きをしてない。ここにですね、現場に即したね、かなり大きな問題があるんです。確かにシャロースプールは軽いものが投げられて、 非常にいいんでですすけどフィネススプールですねただこれだけ肉抜きしてやると弱くなる <laughs> どうしても弱くなるで使い方がきちんと分かってる方ならいいんですけどまだね分からないうちにいろんな乱暴なことしてしまうとしてしまって変形させてしまってる方をねちょいちょいお見受けするんですよなんか僕のこれ例えばいくらだったかちょっと覚えてないんだけど2万円ぐらいするんですよ これだけで2万円もするスプールをね、本当に数回の兆候でね、ダメにしちゃった人も見てます。何をやったかというと、根がかりして、スプール手で押さえてギュッと引っ張っちゃったりね。そうすると、ここに糸が巻いてあるわけですから。で、ギューッと引っ張るわけですから、この回るものですから、この深縁が保てててて、初めてきちんと回ってくれるわけです。それがほんのちょっとこう、ぐっと圧力かけて、 ほんのちちょっっっと曲がっただけでももううしになっちゃうつまり強度がねやはりここまで肉抜きをするとどうしたって弱くなりますだからスプールを押さえて根掛か,かりを切るなんていうのはもう絶対元気手で巻いて切らなきゃいけないまあその他の事情でねスプール変形しやすいということですだから台場さんの普通のスプールっていうのは全く肉抜きをしてないんですでもこのままだと重たいからバックラッシュしやすい じゃあ肉抜きしようよってことになるわけなんですけども IRCT は僕たちがねいろんなそのコマ小ルの釣りを、まあ、こういったフィネスなんかも使って10年間やってこれくらいでいいじゃないっていうのが結論なんです若干肉抜きはしてるんですけども、えー、基本的な強度は保ててます <laughs> この辺ね随分大和さんに頑張ってくださって。 まさ、えー、しく僕たちが要望するような P 専用のね抜群なスプールが出来上がりました。ちなみにちょっとウェイト測ってみますね。それぞれのスプールを。えー、まずはスティーズ CT のねノーマルスプールのウェイト測ってみます。9.5g です。はい、9 5で えー、スティーズ用のフィネススプール。5.2g ですね。次は、月下美人エアのフィネススプール。8.6g。ではいよいよ、IRCT。何 g でしょう ?9.1g ですね。 ティーズ CT のノーマルスプールよりも0 3ム軽いだけですね。ということは、丈夫ってことなんですよ。<laughs> うん、軽くすれば軽くするほど、えー、痛みやすい、変形しやすい、ねはあで。そこまで軽い必要が果たしてあるのかってことです。要は僕たちはですね、3ム2ムがスピニングで釣る時のように普通にパッと振り切って投げれれば、 バックダッシュしなければ、ちゃんと距離が出れば、軽さを求めてるわけじゃないので <laughs>、ね、重要なところはそこじゃないんです。いつもあんまり難しく考えなくても、ちゃんと快適にベイトキャスティングで釣りができるか、そこが一番の命題なわけです。はい、戻しましょう。 はいまあ、スプールはねお見せできましたけど、えー、あとはね大きく違うところはブレーキですね、えー、ちょっと目に見えない特性がねブレーキにあるわけなんですけども、うん、ブレーキのどういうふうに利き始めてどういうふうに利き終わるかというそのいわゆるこう曲線のようなものがあるわけですけどその一番最適解をうちの地球さんがね一生懸命頑張って出してくれたわけなんですが。 単純にそれだけではなくて、このブレーキダイヤル、1メモリあたりのピッチがね、狭くなってます。まあ、0から20まで、えー、IRCT も、s t e ー s c t も一緒です。0から20まであるんですけど、その、例えば、ブレーキね、1メモリ、1、2、3、4という、1と2の間のピッチがね、えー 既存の機種よりり、ね、少し狭めに作ってありますつまり、一目も動かすだけで、かなり微妙なブレーキコントロールがね、できるように。うん、この辺もね、私たちの望みでした。はい。ということで、この IRCT はですね、港安部の釣りに、えー、最適化させたマシンというふうにね、もうあの何度も原稿なんかでも書いてありますけども、我々が一番よく使うウェイトに的、えーま、を絞り、 なおかつ海は広いですから、えー、テクニカルキャストをフリップをとかピッチングをなんていう投げ方はほとんどしませんほとんどオーバーヘッドでフルキャストするわけです我々は9割方そこに的を絞って軽いウェイトをねフルキャストしてもバックラッシュしにくいこういう夢のマシンができないのかっていうのをね実現させたものだと理解してください えー、今日までね、IRCT に関する情報をちょっとお出ししてたんですが、その中に、3から10グラムというふうにキャストウェイトのことが書いてあったんです。普通、キャストウェイトはあんまりリールには書いてないんですけども、ちょっと今回の原稿に書いたのは、3から10グラムしか投げれませんよという意味じゃないんです。この辺にちょっと皆さんに誤解があるので、今日訂正させていただきます。 3から 10g ぐらいを使うことが多いでしょって言ってるわけです。で、そのデフォルトである、まあ、10までいかなくても、3から7ぐらいを使うことが一番多いと思うんですよ。そのデフォルトであるウエイト3から7にすべて最適化させた作り方になってますよということで、3より下が投げられないわけじゃない。この辺、勘違いしないようにしてくださいね。<laughs> はい、実際に僕は2ムも1 5ムも投げます。ということでね、今回ロケのついでに、えー、そのあたりをね、3から下をキャストした動画を撮ってきましたので、えー、また解説をね、ちょいちょい入れながら、あのー、ご説明したいと思いますので、ぜひキャスト動画の方も続いてみてください。どうぞ。IRCT のキャストをちょっと見ていただきます。皆さんお待ちかねの IRCTSVTWPE スペシャル5月発売ですはいここはインクスレーベルの刻印が売っておりますかっこいいね色がいいでしょうこのセンターパートが黒で左右のねサイドパートがダークグリーン えー、僕の愛車である78プラドのボディと一緒です <laughs> 全く同じじゃないけどちょっとせ寄せましたかっこいい、はい、ギア比 8.5IRCTSVTWP スペシャルインクスのマークがここに入ってます、はい、でハンドルは SLP ワークスの 専用のカーボンハンドで8 5ミリ。はい、でここへハイパードライブねうん堅牢ボディのでねここのレベルワインダーがのスピードがね実はハイギアなんですこれ速いんですこの左右に動くスピードが普通の機種で速い はいギアなぜかというとこのラインをクロスラッピングでこう三つ巻きにするとねどうしても食い込みが生じてしまうので細い P 使う関係上これがねあの1号2号3号ぐらいのフロローカーボンラインだと食い込めないんですけど0508ぐらいの P だとね食い込んじゃうのでまあ絶対クロスラッピング必要だよねということでイギアにしてあります。 早速投げてみますけど皆さんに、ね、分かりやすいようにアミコンブルーブルーとインクスレーベルの、ね、コラボで作ったアミコンですこの辺りからキャストしてみますブレーキブレーキの説明しておきますけどだいたいね 5g 前後投げるときは7、ね、今7のセッティングしてます 7より緩めてもいいんだけどまずは7からねはいブレーキ7でルアーは編み込もう IRCT はきちんと振り切って、ね、ちゃんと強く投げれるよっていうのがもう命題です何よりもこの 3g 前後ぐらいがね思い切って振れるかどうかが 実際僕らのようなこのライトゲーマーにとってはね一番重要なところですなかなかねベイトリールでね強く振れなかったので今まではねフィネス機であっても強く振れないフィネス機だと確かに 1g は投げれるんだけど強く振れるかどうかっていうのがね僕は一番重要だと思ってるんですよはいということでまずはアミコンを強く見ました ちゃんととピシッと振ってるでしょはいスラック取って123456789101112131415161718192021222324252627282930313231巻きですね。 えー、IRCT はひと巻が8 0ンチ3 1まあジャスト30だとしてね3波2 4 2 4メーー2 4ー,ー飛んでるんですまあ編み込んはそんなにねすっ飛ぶタイプのプラグではないのでこの編みコんで2 4 5ー,ー投げれればねもう十分だと思いますよこれだけ強く振っても大丈夫はい 123456789101112131415161718192021222324252628292930ぐですねちょっとこんなこと向きなげますね見やすいように。俺がブレーキ7で今やってます。 123456789101111213145161719202122223242520272829303132はいでブレーキ7だとね、あのー、本当に軽いところ投げてもほとんど糸が浮かないブレーキ7であれば当然これを6543と落としていけばどんどんラインが浮いてバックラッシュしやすくなるんですけどその糸が浮かない ブレーキ7でもこんなちっこい軽いプラグが三0巻き8センチ三半2 4ー5メー,ター飛ぶっていうところがね、最も重要なんです。はいでノ今、僕、向かい風です。だから非常にあのベイトの場合、バック,クラッシュしやすい状況下です。で、この向かい風に向かってノーサミングで投げてみますね。ノーサミングです はい、見てくださいここ浮いてませんすごくない <laughs> ノースーミングでこれは立派でしょうだからあの最初に皆さんにねブレーキ7っておすすめしたのはまず7から練習しましょうっていうのはねこういうことです安心して投げられるこれを飛ばそう飛ばそうとしてブレーキをね4とか5でやるとやっぱそれなりに いくら IRCT とはいえバックラッシュを全くしないわけじゃないのでフルキャストしても非常にバックラッシュしにくいほぼしないっていうのがこのリールの一番命題だということをね最初のお伝えしてますけど、うん、ブレーキをねゼロにすれば当然しますからねで糸が浮かないブレーキセッティングで通常の今までのリールですとまず バッックラッシュしななくても飛距離が出ないのよでこんな場所でさ 1415m しか飛ばなかったら話になんないんだよねブレークが 20m 先だなんていうポイントだとねやっぱり 25m よそこらは飛ばさないと話にならないのでああ軽快に投げれてますじゃあ次はねちょっとブレーキを緩めてみましょうかでもほとんど必要ないと思うよ僕は。 IRCT はブレーキ7か6でほとんど飛距離が出るので今度は6です。はい、ブレーキ6にしました。はい、行ってみます。着水直前にサミングちょっとだけしました。スラックを取って 12345678910111213141516171819202122232425262728293031まあほとんど変わらないですねと7と6ではで僕は今まであのアルファスエアをね主に使ってたんですけどアルファスエアで編み込んで投げるときはね実はブレーキ4でやってたんです僕今まで4でないと今くらいの飛距離が出なかったのでね 読んでやってみます。やってゃましたね。こうなります。ここでね、ちょっと補足の説明です。えー、ベイトリールってさ、どの機種もダイヤル7、ブレーキ7、もしくは4だったら、同じようにブレーキかってったら、ここはね、各機種微妙に違う。これはまず頭に入れていてくださいね。うん。 0から20までね刻んでありますけども僕が i r c t を投げてみてまあ安心して投げれるなってのが7だということでねブレーキ7で始めてますで、えー、今まであのよく使ってたアルファースエアーではブレーキ4にしてましたよって言ってたのは、えー、2g3g ぐらいはアルファースエアーで投げようとするとブレーキ4くらいが飛距離が出てなおかつバックラッシュもしにくい ブレーキセッティング僕のね人によってはアルファスイヤでも6とか7にしないとバックラッシュしますよということを置きますけどもその辺は個人個人、えー、もしくは竿の長さそれから竿の,の曲がりの特性なんかでもね微妙に変わりますよということを頭に入れておいてください今回の動画は全て、えー、67サビアを使って投げてますでこの後も ブレーキ7に戻してブレーキ7のままでさらに軽いところを投げていきますのでどうぞご覧ください、はい、だから決してバックラッシュしないわけではないので、うん、ブレーキをある程度締めてもお軽快に距離で出ますよっていうのがこのマシンの特徴だと思ってください。 で全然糸が浮かないレベルでも 245m ブレーキ67のセッティングであればねあの恐怖感なく夜でもバックラさせずにちゃんと自分が釣りをしたい距離まで投げられるというところがね何と言っても見えないです。でブレーキ4くらいになるともうきちんとしたサミングが最初から必要だということですね。でもサミングすれば やっぱりそれなりに飛距離は出なくなります。だからブレーキを打んでも普通にこうきちんとしたサンミングをやれば投げられるんですけど、逆に飛距離は出ないんだよ。一二三四五六七八九十十一十二十三十四十五十六コーダ。ね。だから飛ばしたいからといってブレーキ五段四段にしてでノーサンミングだとバックラスするからサンミングしてやれば。 バクラシなくて飛ぶんだけど、結果距離が出てない。無意味だだよね。<laughs> だからこのマシンは基本フルキャストにものすごく寄せたリールだということでブレーキセッティングをねやっぱり7からのスタートが僕自身はね今までたくさん投げてみて出した答えですまずは7でね楽しんでみてください で、7にセットしておけば、えー、そうだな。ちょっと軽いところに投げてみましょうか。じゃあブレーキ7で何グラム投げられるんだっていうのをね、やってみますね。よし。じゃあね、次はね、ちぐいと投げてみましょう。ご覧のとおり、二グラム。2グラムに、あえて、 上と出さないように前後のちっちゃい方をさせてますはい、まあ、この辺が投げれれば普通にメバリングアジングできるでしょでブレーキは7のままはい力まずに、ね、まあ軽いので少し垂らしを長めにしてね最初はゆったり振ってみますうん だいぶ飛んだよ軽く振って1234567891011121314151617181920212ね十2 8 1 6 1 8ーぐらい飛んでます軽く振っただけこんな感じ十分釣りできる距離飛んでます2ム。 123456789101112131415161718192021222232425はいはいじゃあフルキャストしてみますねブレーキダイヤル7のままで 2g ジグエート単体をフルキャストはいほら思いっきり振ってるよ僕はいスラック取って 123456789101112131415161718192212222324252626町ね強く振り切れるようになりました僕も <laughs> 安心できるようになった恐怖感がないから強く振れるんだよね 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2ムでこれだけ飛べば十分じゃない次はねちょっとチャレンジングに1 5ム投げてみましょう1 5ム。あのー、まあ 先に言っておきます。<laughs> 今回の IRCT は3から1 0ムまでですよっていうことをね記事に書いたと思うんですけどあれは3から10しか投げれないという意味じゃなくて快適範囲の話ですからねうんで今は下限が下の限界がどれぐらいなのかっていうところでね1 5ムまで結んでみましただから投げれなくはないの投げれちゃうの普通にはいじゃあ投げてみます ちゃんとフルキャストででできてて。るす振り切っももない。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1五2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 1メき 2816m1.5g まあ 1g あたり 10m 飛ぶとして考えたら 1.5g で1 5ー6 m がまあ普通です。はい 1234567891011121314151617181920212223お二23巻ぐらいは投げれましたねうんなのでマシンに慣れてくれば1.5でも1でもね投げられるんですだから投げられるか投げれないかということを僕たちは言ってるわけじゃなくて 後半部ででででライトゲームを、ねえー、やるるときに一番対応すすすのは何何かから何グラムですかってて考えて欲しいんですそこでスピニングタックルとベイトタックルをやります。で、ベイトタックルを持ち出すときは、スピニングよりもやはり若干重たいところのウェイトを扱いたくなるはずですし、で、昼のゲームも多くなるし、寝魚も多くなるということを考えると、一番僕たちが的を絞って、このマシンを作る際に、 えー、ブレーキセッティングやその他に的をどこからどこに絞るかって言った時に 3g から 10g に的を絞ってブレーキの曲線特性なんかを決めてますよということですからねこの辺を誤解錯覚しないでくださいね下が投げれないわけじゃありません一番快適が3から10ですよということですね、はい、じゃあ最後にあのもう最も おすすめ投げやすい練習にも特にデーゲームの実調にもおすすめがねもう5ムはいで特にこのツジグの5ムなんての空気抵抗もないのでね非常にあの投げやすいベイトでねこれを最後に投げてみましょうお買い乗っかっちゃいました 辛く取って、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3三3 0 3 0半差十4 3 5 3 6 3 7 3 8 3四4 0 4 0不き、ほぼ40分巻き千葉32、うん、まあ十分飛んでます ままだまだ、ね、5g8g となるとブレーキ調整その他のセッティングでもっと飛距離が出てきますしね、あのー、重たい分もう少しワンダイヤル例えば8にするとか8にしてもっとと強く投げることができますよね、うん。8にすればバックラッシュしにくくなるからその分強く投げれちゃう。ダイヤルを緩くすると強く投げるとバックラッシュする。 でえー、今までね皆さんが使われてたキスとはブレーキの曲線が違うので IRCT の場合はダイヤル7で大体物事がおもう8割方完結しますよっていうのだけ覚えておいてください軽いからといってそこからあまり下に下げていかないように、はい、で重いものを例えば 10g15g 投げるときは逆に8ぐらいにして強く投げる風が向かい風の時とか、ね、低弾道で強く投げる 時には少しブレーキ締め気味にして使ってもらうと、あの軽快に釣りができます。さあ、えー、アミコン三グラム、それからジグヘッドの二点五グラム、ジグヘッドの一点五グラムまでをね、ブレーキセッティング、ブレーキダイヤル七のまま投げました。結構飛んでるでしょ？うん。はい。アミコンの場合はね、あの 体積が大きい。プラグなので中空ですから、ね。ですから、グラム数かけ10倍というわけにはいかないですね。えー、3グラムで30メーターまで飛んでないかな。3波24、25メーター前後、うん。で、空気抵抗の少ないジグエットの方は、2.5グラムを投げて26巻き、28巻き、ね。つまり、2.5グラムだったら25メーターかなと思うけど、実は27メーター、28メーター飛んでます。 で、1.5グラムも、ね、最後のキャストなんかは18メーター飛んでます。ここがね、重要なんだよね。うん。グラムかける10倍は飛びますよ。で、なおかつ、えー、ベートリールってほら、いろいろと敷居が高いところがたくさんあるよね。だから、初めてベートキャスティングにチャレンジする方に、とっても使いやすいリールをね、えー、目指したわけなんです。だから、まずは、 まあまず僕個人的にブレーキ7が一番投げやすいなと感じたのでまあ皆さんもその辺がから始められたらいいんじゃないかなで、えー、ブレーキ4にした時だけ空中を飛んでる間に軽くサンミングしてましたけどそれ以外は全部ノーサミングです空中飛んでる時はサンミングしてませんはい。着水して余分に糸出したくないから着水したらポンと抑えるぐらいでほとんどねノーサミングでやってるんですよ これ分かりやすいでしょ。ブレーキ7、うん。それでも不安だったら8でやりましょう。7か8でノースハミングでバックラッシュしない。しかも、えー、ルアーのグラムかける10倍の距離はしっかり飛ぶということになると、これはね、初心者の方でもねあの、怖がらずに、実際にトラブルも少なく快適に使っていただけるわけです。はい。さあ、いかがでしたでしょうか。実はね、 僕自身はあの達者なベイトキャスターじゃありませんもう僕自身自分でまだあの特にフィネス系ね軽いルアーを投げる場合に関してはねまだまだ全然初心者の領域だと思ってますその初心者に近いような僕ですらサーミングもせずに大した技術を使わずに思い切って伸び伸びと一定、えー、以上のきちんと釣りができる距離へ遠投できる これがもう一番の望みでしたので、ね、その辺もね、皆さんもぜひ楽しんでいただければと思います。で、最後にね、あの、円筒のコツ。これはね、あの、このリールの開発に、えー、メインで携わってくださったね、地球さんの投げ方がね、なかなか理にかなってて面白いんです。うん、それをね、ちょっと見ていただきますね。 このキャスト方法はですね、かなり飛距離が出ます。えー、確実にね、僕より地球さんの方が遠くへ飛ばすんです。で、僕がその距離を僕の投げ方で、えー、無理して投げると、バックラッシュにつながるんです。うん。それはなぜかっつったらね、これ、竿の曲がりなんです。竿のしなりを最大限、僕の投げ方では生かしてないんです。活かせてないんですね。はい。 もう一度見てみましょうか。はい。この前に垂らした状態、ちょっとティップを下げ気味にして、横へ引かずにそのまま振り上げます。竿のね、曲がり方をしっかり見ておいてください。この状態から振り上げるので、竿は曲がるんですけども、足りてないんです。ここから振り上げるから、竿は下方向に曲がった状態で、頭上を通過して、後ろにね、 竿が頭より後ろに回ったら今度はルアーの重みと反動と手伝って今度は後ろへ曲がります。でグッとウエイトが乗ったところで前に放るような釣り方がまあ自然に普通に僕がやってる釣り方なんですがこれだと竿の曲がりが足りてない。はい。はい次は地球差の投げ方ですけどもう一度言いますよ。右サイドへ体の後ろへ行って。 一旦グッと振ってそこでで竿を目一辺曲げるんです。まあルアーが軽いですからたくさん曲がらないんですがそれでも一旦横に振ることによって曲げ幅を作っておいてそこから上に振り上げるので僕の投げ方よりもずっと、えー、後ろでね竿がしっかり曲がってくれるのでバックラッシュさせずに遠くに投げることができるわけです。で 後ろ向きに竿を曲げます。その反動で頭上を通過してルアーが後ろに行った時によりたくさん竿が曲がってる状態なんですね。バットまで曲がってます。そこからキャストするので、より遠くへ飛んでいくと。ね、少し変わった投げ方に見えるんですよ、ここから。一旦こうやっといてこういう状態ですね。 今回の動画はね、あのー、少しなんだろうな、ね、変に意識しちゃって、僕、かなりオーバーヘッド気味に投げてますが、普段の僕はどちらかといえばスリークォーターで投げるんです。まあ、一番それが僕の体がきっちり動きやすい。うん、なので、ここから、こういうふうにスパーンと、ピュッと投げるだけなんですけど、地球さんは一旦こうやって、この動作が、 一つはあの奇妙に映るかもしれないですけどねこれはね僕は理にかなってるのでどうなんだろう軽いルアーを遠くへ投げる時の,あの一つのキャストの方法じゃないかと思うんですね。あの向き不向きもあるから皆さんにねあの真似しろとは言いませんけど一つの方法としてね試してみる価値あります。こう後ろで曲げといてね是非試してみてください。 はい、ということでね、IRCT の特性、えー、それからキャスト、実際に 3g 以下を投げてどうなんだっていうところで、ね、皆さん見ていただきましたけども、あのー、非常に使いやすいリールであると、それから円とフルキャストをデフォルトにしたマシンだということでね、ご理解いただけたかと思います。では、5月の発売日をぜひお楽しみに。